五葉、舞水道越しの貝原島灯台と、生前群島五葉、舞水道の一五葉。舞水道は、北海道の東端、根室半島のノサップ岬と、羽生前群島の水晶島との間の水道である。五葉、舞海峡とも言う。五葉舞は、根室半島根室市内の地名で、アイヌ語の、恋を舞に由来する。ロシア語名は、ソビエツキー海峡である。群島は、 1945年9月にソ連が武力によって占領し、移行ソ連及びロシア連邦による実効支配が続いているため、御用、埋水道が事実上の国境となっている。1945年9月27日のマッカサーラインにより日本漁船の出業できる海域が定められ、この時はロサップ岬と水晶島の中間が境界線とされたため、 貝殻島周辺は日本漁船の出業可能地域とされた。しかし、1948年に五葉、舞水道のほぼ中間地点である貝殻島との中間線が境界線に変更され、同等周辺での日本漁船の出業に制限が加えられた。これ以降、同水道付近でソ連ロシアによる日本漁船の打砲事件が起きている。 1963年6月10日、日ソ・貝殻島昆布採取協定が締結され、ソ連側に入漁料を支払うことで、6月から9月にかけて、御用、埋水道内の貝殻島、おどけ島、萌えもじり島近海において、漁獲枠内の昆布漁が可能となった。日ソ・貝殻島昆布採取協定は、数年の中断期間はあったものの現在も有効であり、 2016年には241隻の漁船が失業し、ロシア側に9026万8000円の入漁量を支払った。ウィキメディアコモンズには、ご用、埋水道に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。